令和元年9月15日富士通スタジアム川崎にて 2019X リーグディビジョン3ウエスト本日が開幕戦となります。その1試合目、三井物産シーガルス対競泳ガーディアンズの一戦が10時キックオフで予定されます。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーブルーのユニフォームが三井物産シーガルズ、奥側ホワイトのユニフォームが競泳ガーディアンズです。なお競泳ガーディアンズは今季から X に参入する新規参入チームです。この試合が X リーグ秋公式戦のデビュー戦となります。競泳ガーディアンズキックオフ、三井物産シーガルズリターンで試合が始まります。なおこの試合は前半後半の終了2分以外はランタイム、時計を止めずに試合を行います。正式ゲージは試合前半後半の終了2分間のみです。オンサイドキック、オンサイド成功。競泳オンサイドキックの奇襲、短いキックを蹴り自らがボールを確保するギャンブルキックですが、これを成功させ自らの攻撃権を獲得しました。中央エドランプレー、キャリア3番、しかしこれはゲインなし。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー、三井物産ファーストダウン。パス不成功。パス成功、ファーストダウン。パス成功。パス不成功。クォーターバック3番、左に流れながらワイドレシーバー1番へのパス、しかしこのパスを取った1番フィールドの中でキャッチできず、パス不成功です。セーフティー。ランニーバック3番ハンドオフから左オープンを狙いましたが、この時にプレッシャーから後ろに下がりエンドゾーンでダウンしました。20ヤードからのキックオフ。攻撃チームがエンドゾーンの中で倒れた場合はセーフティー、自殺点となります。したがって三井物産シーガーズに自殺点2点が入りまして、三井物産2点獲得です。競泳オンサイドキック成功。再びオンサイドキック、今度は相手にわざとキックを当て所有権を確保するやり方です。これが成功し競泳ガーディアンズファーストダウン点。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、しかしこれは三井物産にアジャストされノーゲイン。クォーターバック3番ハンドオフへから右オープン展開、約7ヤードのゲイン。
中央へのランプレーファーストダウン、キャリア23番攻撃権更新です。タッチダウン。クォーターバック3番ワイドレシーバー11番へのロングパス、11番これをパスキャッチしエンドゾーン飛び込みタッチダウン。三井物産6点獲得。今日へファーストダウン15、ボールオン自陣33ヤード。今日へボールをファンブル、そのファンブルしたボールを押さえた三井物産タッチダウン。ランニバック33番ハンドオフから右オープンを狙いましたが、この時にボールをファンブル、それを抑えたのは三井物産13番、そのままエンドゾーンに持ち込みタッチダウン。三井物産6点獲得です。ランニバック30番ハンドオフを受け右オフタックルを突き約8ヤードのゲイン。クォーターバック18番プレイアクションからパスを投じようとしましたがスクランブル、左オープン駆け上がり約5ヤードゲイン、しかしフォースダウンとなります。三井物産ファーストダウン。インターセプト。三井物産リターン。タッチダウン。パントリターナー1番このパントを取ってそのまま独走状態、相手タックルを縫うように走りそのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。三井物産6点獲得。クォーターバック3番自らオープンへのランプレーを展開しようとしましたがこれは競泳53番がロスタックル。パス成功。ファースタープレーを選択します。ギャンブルフィールドゴールでなくプレーによるタッチダウンを狙います。中央へのランプレー、キャリア23番。QB サーク。クォーターバック18番、パスを投じようとしましたが、これを三井物産77番が QB サーク。中央へのランプレー、キャリア10番。しかし、これはタッチダウンに至りませんでした。試合終了です。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして三井物産シーガルズ22点、競泳ガーディアンズ0点で三井物産シーガルズの勝利となりました。
ました。